おはようございます。月曜日の朝から暇してるんですよ。で、この2つの時計ですね、時が止まっているんですよ。何年も前から。左の時計はね、5年以上だと思いますね。右のエルジンはね、形見というか、おうっつってね、仕事でお世話になった人が、おう時計あげるよっつって、うん、安かったからさ、いいよっつってもらったんですよ。その人はね、最後はね、なんかひどいっていうか、何だったんだろう、あ、大動脈がね破裂してね、亡くなっちゃいました。若かったんですね。確かに50代だと思いますね。最近ね、調子悪いななんつってね、言ってたことあってね、言い方悪いけど、スローな自殺ですよね。僕はそう思うんですけどね。で、まあ、そういったことでね、もらったままね、捨てられない時計ってありますよね。時計に限らず。じゃあ、このままずっと時を止めておくのは何なんで、新たに刻みますか。外はね、雨が降ってるんだけど、ちょっと奥なんだけど、近くのね、ショッピングモールに時計屋さんがあるんで、そこにちょっと出かけてきます。電池交換します。はい、止まっていた時が動き出してました。一つにしちゃおうかなと思ったんだけど、どうせあまりしないからね。でもせっかくだから二つ、ね、予定通り取り替えてきました。そして買い物はね、実店舗に行くことはめったにないんだけど、久しく行ったらね、いろんなものを見てきちゃって、生地を買ってきました。ミシン糸と生地をね、おじさんね、生地見ててときめいちゃったんで、ちょっとね、枕カバーを作ろうと思ってます。いいね、やっぱりね、時計はね、動いてなきゃダメだよね。時計をするとね、ついついね、こう気になってね、こうやってやっちゃう癖があるんですよ。だからあんまり時計するの好きじゃないんだよね。で、時間あんまり関係なく仕事してるんで、っていうか忙しくないんでね、時計をしてこう時間ばかり気にするほど、忙しい生活を送ってないもんで、ついつい時計をすることがね、忘れてしまうんですよ。これからはね、時計をきっちりして、ちゃんと生活していきますよ。